はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。突然ですが、デモ中止のお知らせ、11月23日祝日に予定しておりました NHK スクランブルイコール解体デモなんですけれども、終日大雨の予報が変わらないため、朝から晩までずっと雨、しかも5ミリとか6ミリとか結構強め、本降りですね。小雨とは呼べない本降りなので、誠に誠に残念なのですが、中止いたします。くれぐれも23日は渋谷にお集まりにならないでください。役所や警視庁やら渋谷署やら合計6回行かないといけないデモ申請が全くの無駄となってしまい、がっかりしております。がっしっかりしております。公園使用許可の申請に、区役所、公園課、緑地土木課なんていう名前のところもあんなに行く。で、何日か経ったらできましたよって連絡受けて、公園使用許可を、取りに行く。警視庁に行ってデモのルートや時間などを相談する。で、公園の使用許可を持って書類を作成にもう一回行く。で、正式な書類作ってですね、それを渋谷署に届ける。で、渋谷署では了解しましたっていう書類を後日できましたよっつってまた取りに行く。合計6回行かなくちゃいけないんですよ。役所、警視庁、渋谷署に2回ずつね。それの全てが無駄になりまして、がっかりしております。このね、デモ申請を、まあ例えば大阪であるとかやってくれる人いたら、大阪でもデモやりに、行くんですけれども、どうでしょうね。名古屋とかさ、まあ名古屋とかでデモってあまり聞いたことないから、いいデモコースとか、人手が多い繁華街とかあんまりないのかもしれないですけどね。昔ですね、味はバターで決まりますってテレビ CM あったんですけれども、出場者は賄賂と性接待で決まりますの NHK 紅白、42組中 K-POP 5組のねじ込みに批判噴出だそうであります。これいろんなですね、スポーツ新聞やら週刊誌やらの批判記事なんですけれども、 NHK 紅白とかですね、めぐって渦巻く強烈な不満の正体、紅白未来の背景、求められる説明責任、紅白の選考基準が若者に寄せすぎ、どっちつかじの爆死懸念、紅白出場歌手に苦言、誰って感じ、あんなに中森明菜って騒いでおいて残念の一言、紅白問題、何をやっても受信料批判につながる NHK の嫌われ、と紅白歌合戦出場歌手のひどくない、虚しくなったと疑う声続出と、いうようなですね、スポーツ新聞であるとか、まあ、ネット系のメディアであるとか週刊誌がこぞって紅白を叩いておりました。ネットの反応です。ゴリ押しがひどくて興ざめ。今の NHK らしい選出だと思うよ。デビュー間もないのに、多くぶっ込んでくるのが、カラオケランキングに全く出てこない K-POP。なんでわざわざ日本語で歌ってんでしょ。そうなんだ。ああ、そうなんだ。K-POP グループ、日本語で歌うんだ。そうだよな。向こうのなんかね、音楽市場、規模が日本の10分の1以下って話ですから。みんなですね、ただで聴く音楽は金出さないっていう話でね。アニソンの方が K よりはるかに人気あるし、テレ東の夏メル特番見るわ。テレビないからどうでもいい。非難合合でも制作現場には、実はその声は届きません。全く。伝突しても窓口の視聴者総局がそれを握りつぶし、番組制作担当の放送総局には一切届かない仕組みであります。中の人に聞いたんで確かな情報。スポーツ紙やツイッターで非難合合でもですね、俺らの方が声でかいわっつって、慢心して改めない。まあ今更 NHK の是正は求めないですけれども、潰すだけで、出場者は賄賂と性接待で決まります。をもっと周知、拡散したいなって思ってます。評判を悪くして、今の高齢者、NHK 絶対、もはや崇拝に近いがね、病院の待合室なんかにテレビやって、NHK、やってるの、やってて、みんな一斉に高齢者が、
なんかね、番組の内容について、ふん、ふんって、一斉にうなずいてんの見て、背筋が寒くなってしまいました、私は。それをですね、破壊していかないとね、NHK 崇拝を。そう考えたデモ中止は痛いんですけど、さすがにね、7回連続晴れの奇跡は起きなかったなぁ、っていうですね。今まで6回ですね、奇跡的に晴れてんで、7回目の正直じゃないですけど、まあまあ、7回もランダムに、日にち決めたら、1回ぐらいは雨降ってもしょうがねえのかなぁ、なんて思っております。寺田稔総務大臣辞任で、共産党小池晃。3人目だから、スリーアウトだ。岸田内閣は総辞職すべきだ。毎日新聞の仲間に言っておりました。ネットの反応です。球場の外からなんか言ってる感じ。あんたら試合にすら出てないだろ。出れてないだろ。共産党は1万アウトぐらい言ってるだろ。解散総選選挙されたら困るくせに。共産党執行部は参院選惨敗の責任を取れ。この人最近、パワハラでレッドカードもらってなかったってですね、ここでもお前が言うな炸裂ですね、共産党の無謬性っていう原理原則ありまして、これね共産党は完全完璧で間違いを起こさないっていう間違った原理原則なんですけれども、っていうのは共産党は権力の他に権威も手にしたいわけであって、間違いを犯すと権威が傷つくからですね。アウトになってもアウトじゃないって言い張って認めないんだから共産党は何しろさ、そいつらにスリーアウトとか言われたくないでしょ、過去に起こした数々の殺人事件や犯罪を棚に上げためらいなく他者を非難できないととてもとても共産党の事務局長は務まりませんな、してみっと小池晃はぴったりの人選だったっていうことですね。共産党は球場にも入れてない、全然勝負になってないので、まあ吠えてるだけでね。あと何人大臣が辞めてもですね、内閣総辞職もしないし、解散総選挙もしませんよ。岸田さんだもん。増税以外の決断が何より嫌でね、検討してばっかの岸田さん、そんな決断できるわけねえわ。小池に言われると腹が立つけど、大臣じゃないや、総理大臣交換しろっていうのは、私も賛成であります。早いとこは、高市さんに代われ。高市さんになってくれたら、とってもいいんだろうな。今から期待しておりますけれども、公務省法制審議会に盗撮罪、試案提出。3年以下の拘禁または300万円以下の罰金、結構重いなこれ、ちょっと思いました。今までなかったのか盗撮罪、私も盗撮で、スマホ見せろなんて職質されたことはありますけれども、国会前に左翼どもが集まってたんで、ちょっと見に行った時ね、左翼が騒ぎやがって、携帯見したことありますけど、ネットの話です。街中の写真なんかも撮れなくなりそう。女性が女性を盗撮して売ってるケース多いよ。そうなんだ。死んなかったこれ。じゃあ更衣室とか、女性ならば怪しまれないようなとこでこっそり撮ってんの？そうなんだ。テレビも街の風景を撮影できなくなるね。テレビ報道は通行人を全部役者にすれば解決。外国人 YouTuber 死亡。恣意的な運用が続出しそう。男が女を撮影するのはアウト。女がハゲをツイッターに上げて笑い物にするのはセーフ。ありそうだな、これ。ドライブレコーダーとかどこなんの？記事をよく読みましたが、今まで自治体の条例任せだったそうであります。で、公共の場所限定で、盗撮禁止っていう自治体も、まだまだあって、例えば民間のですね、サウナや銭湯や、まあそういうとこ、ジムとか、ヨガスタジオとか、まあダンススタジオなんかもそうかな、の更衣室やトイレでの盗撮は野放しだった。これを是正するため、全国一律の法律を作るそうで、今までと極端には変わらないみたいであります。ただね、風景に人の、映ってたら、警察の判断次第では逮捕されるかもしれないな。まあ今でもそんな変わんないですけど、警察が
公務執行妨害だっつったら、それで逮捕されちゃうからね。まあまあ、警察の紫さんずんって。ちっこいちっこいね、なんかドライバー、マイナスドライバー持ってただけで、なんか引っ張られちゃうんだって、銃刀法違反とか言って。テレビや通行人を全部役者にすれば解決。通行人全部はまだですけど、インタビュー受ける自称一般人はすでに役者さんに変わってますよね。それ専門の著名な役者さんとかいるもんね。テレビ局の台本通りに喋ってくれる人。勇敢富士、マスクに買収されて、明らかに左翼記事見なくなったよね。ツイッターの話ね。左翼には認証マークもすぐついてたしね。そうなの。フォロワーが1000ぐらいの、人でも左翼だったら青いマークついてるんですよね。私13万4千人フォロワーいんですけど、未だについてない。今は停止してるって話ですけども、詳しいことはわかんないですけども、ネットの話、煽るね。火の玉ストレート。浄化されてやんの。バカパヨ怒りのハッシュタグでも、マジでパヨ系メディアが消えた。ほんと左翼記事出なくなってきたな。言論操作しにくくなったのは良いこと。朝日はツイッターから追放か。追放じゃなく相手にされなくなっただけ。優遇してもらわないと存在できない連中って、もともと少数派なので話題にならなくて当然。パヨって結局世間に甘えて生きてるよな。その通りだと思う。左翼は甘え。前々から私言ってますけど、なんで自分が無事にね、殴られたり殺されたりしないで生きていける社会をわざわざ壊そうとするのかな。左翼は甘えだよな。なんかツイートするたびに数千のいいねがついてた朝日新聞のアカウントですけど、今はいいねが一桁。あははは、変わりすぎだな。頼みのパヨさんたちも朝日のツイッター見てにかったっていう事実ですね。ツイッタージャパンがですね、適当にいいねを水増ししてたんでしょうね。リツイートとかね。水増ししでしかないから、実態はないから、部数減少に歯止めがかからないと。いいねの数ほど人気なかった、実は。ですから、朝日新聞が相手にされなくなっただけっていうんじゃなくてですね、初めから相手にされてなかった。全くね、全然ダメだったのがですね、いいねが数千無理やりつけられて人気あるように見えていたっていうことで、まあまあ追放されたであるとか、相手にされなくなったのではなく、最初から相手にされていなかった。見られていなかった。朝日はじめ、パヨメディアの、終焉は思ったよりずっと近いのかもしれないですね。カンポップやカンドラみたく、受けてる偽装っていうのが施されてですね、衰退が見えにくくなってるって可能性ありますよね。怒ったパヨは、イーロンは寝とうよとツイートし、事なきを得た。得てないんですけど、パヨはですね、脊髄反射で口答えしないと、精神の安定を保てませんから、しょうがないですね、これね。ツイッターの文句をツイッターで言うっていうですね、バカどもですから、まあしょうがないなーって。福島市で97歳男性が、アクセルとブレーキを間違い42歳女性を引き殺し他5名が怪我っていう事件発生しました。このぐらいの年齢になるとですね、介護が大変なんで留置も交流も服役もしないんじゃなかろうか。ある意味無敵の人では、このぐらいの年齢になった人。何人集まってもまあ革命を起こす力はなさそうですけど、そんな体力もねえしね。ある意味無敵だなって思ったんでご紹介いたします。マクロンフランス大統領また一般人にビンタされたってこれ過去にもうやられてるみたいであります。出がハイクラスで庶民の嫉妬は買いやすい人なんですよ、この人。ガソリン値上がりすごいした時に、電気自動車にすればいいじゃないって言って多くの庶民を激高させたら少しうっかりさんなところありまして、まあね、車買える買えるなんて、そう言われたってね、友達がいないなら彼女を作ればいいじゃないぐらい無理だっつうの、庶民にはね。そんな感じで、NHK スクランブルでも誠に残念ですが、苦労が無駄になってしまった。誠に残念ですが、中止いたします。11月23日は渋谷に来ないでください。いや、他のようならいいんですけど、神宮通り公園には集合しないでください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。